皆さんこんにちは、マックス村井です。久しぶりにグリッドの屋上から動画撮ってます。今日ですね、多少風もありまして、最近実は GoPro で撮ってるんですよ。ずっとこうマックス村井チャンネルっていうのは iPhone で撮ってたんですけれども、GoPro を導入いたしまして、いや嘘だ、昔の GoPro を掘り出しまして、で暴風用のやつを買ったので、それもね試しに使ってみたいということで、今日は屋上から。そして今日のテーマはこちら、指輪。多分本邦初公開じゃないかなと思うんですけれども、私なんだ結婚してるみたいな話はしたことあるじゃないですか。結婚生活でいうともう15、6年になります。で、これ私人生で唯一買った指輪なんですけれども、私そんなアクセサリーつけるイメージないと思うので、ネックレスとかね、イヤリングとかね、一切つけるイメージがないと思うので、実際につけていないわけなんですけれども、人生で唯一買ったのがこちらですね。もうその結婚のタイミングの時だから、もう十何年前です、買ったのは。でこの指輪ですね、もうずっとつけてませんでした、ずっとつけてませんでした。で今回も動画用に1日だけつけてきました。だから今後も特段つける予定ございません。1回こっきりということで、これ紹介するとメーカーはブシロンっていうメーカーの指輪で、でなんだ、私はこれ買った時にハンバーガーみたいだなと思ったんですけど、この4つのね、ほら、パン、ミート、お肉ね、お肉でなんかキャベツかなんか、この4連のリングがデザイン、まあ、特徴なのかな。でその前回ですね、私占いの会社もう一回日本一にしますって動画上げてたと思うんですけど、GT エージェンシーっていう私が2006年に、作った占いの会社、あちらを今年の1月に買収しまして、でアップバンクの、まあ、一つの事業として占いコンテンツとかも扱っていく、まあ、そういう展開の時にですね、まあ、いろいろ思い出しまして、ああ懐かしいなと、まさにその時代なんですよ、私がこの指輪を買ったのは。で、まあ、その思い出話も含めてお届けできればと思ってカメラを回しました。懐かしいです、とにもかくにも懐かしいです。ちなみにこの指輪めちゃくちゃ重い、まあ、めちゃくちゃっていうと言い過ぎかもしれないですけど、ずっしりときます。なんだろう、多分500円玉で言うと5枚分か6枚分ぐらいあるんじゃないかな。金って重いですよね、確かね、確か30何グラム、30グラムぐらいはあった気がします。この指輪ぶっといです、分厚みもあります。こっちから見た方が分かりやすいかな、分厚みもあります。で私もともと金が好きです。別に金の投資をしてるとかそういう話じゃないです。金が好きです、キラキラしてるものが。で指輪といえばなんかシルバーとか、なんだもうアクセサリー系を買わなすぎて何も分かんねえなまあシルバーとか、あとはなんていうのいろんな素材ありますよね、いろんな素材。私は、まあ、金色の方が好きですね。iPhone も一回ゴールド出なかったっけ、あれ出てねえか、なんか色を選べるみたいな時に黒か白か、ゴールドかみたいな感じだと、私は比較的ゴールドを選びがちな人間です。キラキラしてる方が好きです。まあマックス村井っていうこのパーカーが赤いっていうのもありますけど、なんでしょうね、中国だとめでたい色みたいな話で金とか、まあ、赤とかゴールドとか言われるじゃないですか。まあ、根本的にそういうのが好きなのかもしれないです。この金なんですけど、さっき占いの会社の話をしましたが、なんだ十何年前にそのじゃあ結婚するべみたいな時にですね、その指輪を買おうかなと、で占い師の先生に相談に行ったのを覚えています。先生と、その今度ちょっと指輪を人生で初めて買うんだと、で私はそういうものを一切つけたことがない、いや初めてだっつって、で多分二度と買うこともないだろうと、1本しか買わない、その指輪を1個しか買わないって時に、どういう指輪がおすすめでしょうかっていうふうに先生にこう聞いた時にですね、その何人かに聞いたかな、2人か3人ぐらいの先生にこう雑談的にこうやっていろいろ聞いたような記憶があるんですけども、みんなに言われたのが、村井さん金だよと、絶対金がいいと。で、金がいいんですかと。私はその当時ですね、その金の指輪をつけるっていうのがイメージできなかったので、金本当にみたいな、もっとなんかこう目立たない地味な、なんかシルバーのその細いやつとかね、なんかそういうのでええんじゃないでしょうかみたいなこと言った時に、もう真逆だと、真逆を行きなさいと、金で分厚くてそのもうギラギラしてるやつ、それがもう一番運勢的にはいいと、運気的には一番いいと、
だからそういう夢を選びなさい。で、まあ、イメージ分かんないから、分かんないかもしれないと。例えばって言われたのがですね、なんか、まあ、今時代も時代でちょっと違うんですけれども、当時年末の特番とかでそのビートたけしさんとかがなんかこう年末特番とかだとなんかギラギラさせるじゃないですか。ギラギラ、そういうギラギラしたシーンに指につけているようなもうぶっといなんか金のこう塊のようなああいうぐらいの指輪が一番運気的にはいいのよって言われたのをすごく強く覚えています。でそれを言われたので、まあ、運気がいいんだったら、まあ、悪いよりかはいい方がいいでしょうということで指輪探しを始めたわけなんですけれども、やっぱいろんなこうブランド系の指輪とかをこうバーッと見た時にどれもこれもすごいおしゃれで可愛くて、いいなとかっこいいなみたいなものもたくさんあったんですが、まあ、ある意味私はこの指輪が一番金で一番ギラギラしてて一番まあ武骨じゃないか、武骨、私のイメージで言うとこういうのは武骨にデザイン武骨に分類されるんですけれども、このデザインの指輪が一番気に入っちゃったって感じですね。でこれにした。でちょっとねお値段もお高いんですよ。これ確か税込みだと70万ぐらいしたと思います。この指輪この1個でそれぐらいしたと記憶してるんですけれども、この指につけた時の重さ、ずしんとくる重さとか、この相手方がこう例えばテーブルで、あ今日風すごいね風がすごいね今日カメラが揺れてるね、相手方がですねこうやってこう机に座って対面でこう話をしたりとかするときにここのキラキラがすごく目立つんですよ。めちゃくちゃ目立つんですよこれね。ここがね光るんですよ、キラ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 と。これはインパクトあるなと。もうダメだ風が強い、ちょっと場所一緒に移動しよう。そのちょっと不安定なテーブルの上に置いててガタガタしてたんで、もういっそのことと思って、あの床にちょっと寝そべるスタイルでいきたいと思いますこのキラキラ感が当時すっごく気に入って買った。で私は当時ですね、あの GT エージェンシーの社長だったんです。あの占いの会社で代表をやって占いの営業をする。であの当時の営業マン時代の私のスタイルでいうと1日8アポ、1個のアポが大体平均すると15分から20分で、だいたい今日は新橋とか、今日は新宿とか、場所をだいたい決めて、その決まった土地の中でアポし取って、で8アポぐらい埋め込むみたいな生活をしていました。で移動時間中もアポ取ってました。電話で、携帯で電話して、歩きながらこう電話してっつって。で当時ですね、iPhone がない時代なので、Google マップとかをこうやってネットで手軽に見てっていう時代じゃなかったんですよ。アポで出歩くときは地図を印刷して、マピオンで地図を印刷して、その地図を片手に歩くんですけど、地図見て歩きながら携帯でこうやってアポ取りながら、で、あ、次はここかっつって、こんにちはっつって GT エージェンシーブライですとか言いながら、2、30分その占いコンテンツの話をして、まあ導入よろしければどうぞって言って、さよならみたいな。そうやってこう、過ごしてた時代なんですけれども、その時代にその営業マンとして社長が来ますと。ただ当時私まだね24歳とか25歳なんですよ。見た目が老けてるとはいえまだこうペーペーもペーペー、まあ見た目はね老けてるとはいえ言っても年代考えればビジネス経験的にもペーペーもペーペーなので、その短い時間の中でいかにインパクトを与えるかみたいなことを思うと、その当時もスーツ着てなくて私服だったんで、なんかパーカーとかね普通のシャツ着て生活してたんですよ。営業に行く時もそんな格好だったんですよ。それは自分が一番着やすいし楽だから。なんかちょっとした小物で、まあ、まさに指輪を買うタイミングだったので、そういう小物でちょっとしたこうインパクトが与えられるといいなみたいなことも思って全て合致したのがこの指輪だったみたいな、そういう話ですね。でこのブシュロンっていう指輪、ブシュロンっていうメーカーのこのデザインのこのこいつはですね、当時いろいろネットで調べたらヨーロッパのサッカー選手とかがつけてましたね。ヨーロッパのサッカー選手とかがつけてましたね。私は日韓ワールドカップでちょっとサッカーに熱くなったみたいなにわかだったんで、あのそんなにこうなんだブンデスリーガーとかブンデスリーグとかプレミアリーグとか詳しくなかったんですけど、そのヨーロッパのサッカー選手がつけてるっていうだけでもちょっとなんかおー私もちょっと買っちゃっていいかなみたいな、そういう思いになったのもとても覚えてます。はい、まあそんなわけで、運勢的には金のもうギラギラした指輪がいいっていう話、
まあ、それで私もこれを買った。で、当時まあイケイケでしたみたいな、そういう動画でした。ご紹介でございました。あの前回の動画でも言ったんですが、ここからはちょっと宣伝でございます。あの企業様、サービスを運営されている個人開発者の方でも構いません、企業様、個人開発者様、アップバンク、今子会社で GT エージェンシーという会社があります。その GT エージェンシーでは、占いコンテンツを、今日の運勢とか心理テストとか、そういったコンテンツを企業様向けにこう提供している会社なんですけれども、今ですね、あの占いの API 作りました。簡単にこう導入できるように API を作りました。今はまあ予約申し込みみたいな、事前登録みたいな、そんな感じで概要欄にリンク入れておきます。そこに名前入れていただいたらですね、企業の名前、担当者名などで入れていただいたらですね、あの導入から2ヶ月間無料にさせていただきますので、どうぞどしどしお寄せくださいませ。あの前回の動画も概要欄に入れておきます。あの占いの会社を始めましたみたいな、そういう紹介の動画も概要欄に入れておきます。前回動画公開してから、ポツポツ、問い合わせいただいております。だん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 問い合わせをいただいております。ありがとうございます。今年は、まあ、初年度は、まあ、目標でいうと大きく、まあ、200社ぐらい、まあ、200社いかなかったとしても、まあ、100社ぐらいにはまずは導入したいなと思っておりますので、導入 していただきたいなと思っておりますので、どうぞお問い合わせくださいませ。では本日は以上です。さよなら。皆さん、もし指輪を買う機会があれば金ですよ。ネックレスとかイヤリングとか、まあ、そういった類もぜひ金をおすすめします。私は金が大好きです。ギラギラしてんじゃないとか思われる方もいらっしゃるかもしれません。私はもともとそう思ってました。ただ可愛いです。キラキラってのはおしゃれです。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。さよなら。